こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロック、プロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、まあやっていくんですが、今回引くのはこちらですね。10月27日23時59分まで、ゲリラ無料ガチャでね、あいつら強い、一回無料で引けるみたいなんで、引いていこうと思います、という感じですね。はい、ということで、じゃあ、早速やっていきますか。これですね。まあ、ピックアップを一応確認しまして、まあ、このままで大丈夫かな。オッケー。じゃあ、行ってみましょう。いけ!さあ、どうよ。黄色は微妙。黄色だとどっちとも言えんな。でも読み込みがなくて金玉多いと、なんか逆にね、微妙な演出で、おお、ワンタイムキルカウンター。微妙な演出だとね、金玉多いと、そうなんだよね。SR が多いだけパターン多いっすね。はい、ということで、まあちょっと収穫なかったなという感じっすね。なるほどな。ちなみに、選手モチーフ、サポートキグレットのピックアップガチャリニューアルしたやつはこれだよね。まあ、ちょっと引く気はないんだが、まあ、引けるだけの石もないしね。まあ、新しく増えたやつがね、下の段の5個なわけですが、あ、そっか。一応、全部、1種類ずつ増えてるのか。はい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 。なるほどね。ちょっと待って、これって、ブルーロックマンシュート練習、キック獲得量アップ 80%、常時スタミナアップ 100%、ブルーロックマンシュートリミットブレイク2段階 100%、これがでかいよな。で、インスピレーション獲得、キック上昇量720。なるほどね。まあ、こういうのが、デフォルトでついてるよということなんで、まあ、早くね、ちょっと何かしら欲しいよね。この、5枠目につけられるやつというか。そうか、そうか。まあ、大体、一番伸びるやつの獲得量アップと、常時スタミナアップ、で、リミットブレイクと、インスピレーションね、上昇量アップが、みんなついてんのかなということですね。はいはいはい。なるほどな。まあ最近ね、ちょっと、練習をね、してみた時にも、トレーニングね、やった時にも、やっぱりね、ちょっと、まあやらんけど、何かこう、例えば、国神とかね、育成しようとした時に、こう見てね、俺の番か。うん、まあ、こうやった時にね、まあ、やっぱここが空いてるとね、まあやっぱ、なんでもいいからっていうかね、まあやっぱフィジカルとかキックが欲しいは欲しいけど、空っぽよりはなんかね、つけれるようになりたいから、早く新しいね、モチーフキグレット欲しいとは思うんだけど、なかなかね、引く機会、ゲットするチャンスも限られてるからね、なんだったら4枠目5枠目古いやつはつけれるようにしてもよかったような気がするけどね。新しい追加分は1個しかつけれないよとかっていう風にしてくれれば、とりあえず他のつけとくかってなるのに、なかなかそういうわけじゃないところが厳しいなっていう感じですかね。で、まあ最近ね、一応国神レベル65まで行ったんで、ひたすら育ててるんだけど、まあ、やっぱね、キック、伸ばせる、ちょっと待って、これ上の方あれか、最初の頃にやったやつだな。一応これがね、あいつが強い65になってから、育てた国神なんですが、まあ、やっぱり、まあ、リミットブレイクのシャトルラン、シャトルランでね、リミットブレイク来るにしてもね、この編成じゃないなっていうところもあるから、なかなかね、難しいとこではあるんだけど、まあ、あと去年のね、アニバの、国神ちぎりのサポカ、っていうか、両方国神ちぎりのサポカなんだな、こう見ると。このサポカがね、まだレベル70なんでね、古いやつなのに、
そこがちょっと伸び悩んでる原因かなというか、まあ、なんかもうちょっといけそうな気もするんだけどね、結構噛み合わないんだよね。あの倍率と、あのなんだ、ブーストのね、かける何倍ってやつと倍率とね、強いトレーニングと3つ噛み合わないと上振れしないので、まあなんかその辺がやっぱ難しいなという感じっすね。まあ何にしてもちょっと新しいサポート器具レッドは、なんか入手するチャンスみたいなのがね、あれば狙いたいなと思ってるけど、お得なパックみたいなのがまた来ればねいいんだけど、なかなかね、もうすぐ2周年も来るというところもあり、まあ2周年の時に何かやってくれてね、そこでキグレット入手チャンスもあるよみたいになればいいかなとは思いますけどね。まあただ新しいキグレットを手に入れるってなるとね、さらに確率低そうだから、そう考えるとね、やっぱりちょっと選べる交換所のチケット的なやつね、なんかのパックにつけてくれたりすると嬉しいなとは思いますけど、なかなか厳しいのかなというとこですね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。